そもの話からありましょう。はい、お願いします。ありがとうございます。ね、僕はですね、まあ、1990年まで AFP というところでね、初心者で働いてまして、カメラマンやってたんですね。で、30の時に独立して、もともとからやりたかった、なんていうか、ナショナルジオグラフィックのような感じのね、写真家になりたかったんですね。で、アジアを起点に世界中を回って、珍しい民族とかね、あるいは素晴らしい絶景とかね、そういったものを撮ってたんですよ。はい、そういうのを撮り始めたのがそのインドネシアだったんですが、あのね、旅の途中に噂を聞きまして、はい、森一本でクジラをつく人たちがいる、絶対嘘だろ、そんなのいるわけないよね。だってね、90年代でも不思議ですよ、そんなのね、いるわけないと思ってたんですけども、まあ、でも聞いたからには行ってみたい、行かなきゃいけないということで、はい、行ってみたら本当だったんですね。はい、びっくりしまして、こんな人たちがまだいるんだと、しかも全然知られてないと、当時インターネットもなかったんで、情報ってすごく限られてたんですよ。確かめることもできなかった。で、驚きましてね、これはなんかそのすごいものを見つけたし、もうカメラマンだったらね、森一本でクジラつく瞬間撮りたいよね、それね、もう理屈ないじゃん、ないじゃないですか。で、こう取材を始めたんですけど、クジラが全く出ないと。はい、で、1年たち、2年たち、行くと3ヶ月ぐらい待ってるんですよ。はい、3年たち出ない。4年目になって初めてクジラが出たんです。4年目、はい、4年かかったんですね、クジラが。この写真4年目に撮った。感動の秘策です、これ。あ、そうなんですか。絶対これで、ね、逃すわけにいかないんで、ね、その時の一枚ですよ、これ。うん、この先にあの口の背中がね、見えますけど、ね、はい、僕はこれ撮りながら転がり、こけましたからね。あの船がすごい揺れてるからね、うん、フレーミングするの難しいんです。これ300ミリでバシッと撮って、撮ったって撮りながら転んだって記憶がありますよ。まあ、でもその瞬間増えたかったんでね、うん、まあ、そんなこともあったんですけども、まあね、話が長くなるので短くしますけども、クジラがその時ね、死ぬ前にうわーって泣いたんですよ、海から顔を出して。それを見て僕びっくりして、うん、クジラ哺乳類じゃないですか、でも感情豊かなんですね。で、これはあの海の中のクジラの物語に撮らなきゃいけないなっていう考えてますね。だから陸の上でもずっと人間の問題を取ってきた、取ってきたけども、海の中でね、起きてるドラマも取らなきゃいけない。その2つをちゃんと取って初めて、この作品は完成するんだっていう、まあ、写真一瞬なんですけど、その時はね、そう思いました。今回も実は同じことを考えたんですよ。あの、陸の上の物語はちゃんと取らなきゃいけないけども、やっぱ海の中も取らなきゃいけない。よく言われるんですけども、捕鯨をテーマにした映画で、これだけそのクジラの気持ちを撮ってる映画ってなかなかないよみたいな話を、ね、されるんですけども、まあ、その2面から撮りたかったってありましたね。ただその今回同じことをやってもやっぱり、ね、大変な人が待ってるの、本当あの3年待ったじゃないですか、また待つのみたいな相当勇気いるわけですね。はい、その時にね、一つのこう巧妙っていうかありまして、それはドローンだったんですよね。空からの視点が撮れる。で、空からだとかいろんな角度でね、クジラ量も撮れるし、あの船の上から撮るとね、特に動画は揺れるんですよ。でもね、見てる人が、ね、気持ち悪くなっちゃう。 NC なんかやってますけど、もう私見れないわってたくさんいるんですね、撮っちゃうから。ところがドローンがあると、もちろん空だからぶれない。あとはね、スタビライザーが進化してる。いろんなもので GoPro もありますし、ね、いろんなものに機材が進化してる。それによってなんか撮影の可能性が広がったんですね。で、単にそれはね、撮影してて気がついたんですけども、単にそれは珍しいものを撮れるっていうんじゃなくて、本質的なものを撮れるんですよ。まあ、何かっていうと、海の中のクジラの姿が空からだと手に取るように見えるんですよ。だから映画の中でね、やられそうになってクジラがいましたよね。それ助けに来たクジラがいたじゃない。すごいシーンですよね。あんなものを撮れちゃうわけですよ。で、あれびっくりしてね、あのクジラなんで急に元気出したんだろう、あんなも死にかけたのにと思ったら、仲間が来て励ましてた。で、こうずっと付き添ってね、影のように
初め僕シャドウで描いたと思ったんですよ。上にずっと突き立ててあげました。でもやっぱ近づいてね、やられちゃうと思ったらそのクジラがまた狙われちゃうっていうね、シーンがまさにドラマがあるんですけども、それがねドローンっていう新しい機材で撮れたっていうのが、ね、やっぱ新しい視点が生まれたっていうことですね、うん、それは一つ。やっぱりそのなぜこの映画を撮ろうと思ったかという、まあ、技術的な側面なんですけども、あとね意味的な側面を言いますと、あの2010年に改めてこの村を訪れたんです。それはあの本を書くために僕は写真集を作りましたけど、本も書きたくて、うん、そして村はどこに変わってるかっていうこともあの知りたかったんですね。それでね行ってみたらね、反捕鯨団体が入ってて揉めに揉めてたんですよ。で彼らはその、クジラウォッチに変えようとかね、あるいはあの網をねこう上げたんですね。みんなに網はやり始めたら、うん、クジラ漁は効率いいんですよ、うん、でだけど自分はそれでいいんだけども村全体にとっては良くないですね、うん、でだから村あの彼らがクジラを取る大きな理由の一つに、貧しい人たち未亡人とかそういう人たちを助けるとなるんですよ、うん、彼らは仕事、この人たちは仕事がないからね、うん、だからそういうことによってこうクジラ人っていうのは誇りを持ってるんですね、うん、そういう村が揉めてた時にね、うん、あのおじいさんに言われたんですよ。もう前撮ったねテレビ番組とかあの写真集とかを若い人に見せてほしい、あの頃俺たちは一つになってたと、うん、村のためにね、今みんな私利私欲だと、うん、おかしいじゃないかと、だからあの頃の姿をねみんな見せてやってほしい、ええー、と思いましたね。あの僕はこの村でできたこと出来事とか文化とかをね、うん、日本に教えこう日本人に伝えたいと、うん、ところが今ジェネレーションを超えて当時僕が撮ったことが今新しい世代に伝えられるんだっていうことに気がついたんですよ、うん、これすごい発見でね、そういう体験はなかったね。やっぱり取りある意味取り逃げですよ、僕らがやってることってのはね、その現地に貢献することってあまりないんだけども、うん、作品自体がね他のところあるかもしれないけどね、だからそれはねすごく嬉しくてずっとこの中に残ってて、うん、でこの2017年にここに戻ってね撮影をするにあたってやっぱり思ったのは、いつなくなるかわからない貴重な文化ですよ。しかもこれは彼のアイデンティティにつながってる、これをきちんと取って後世に残せば、もしこの村でラマジャでクジラが亡くなっても彼らのねお父さんやおじいさんがねここに持って戦った姿っていうのは彼らの声に残るわけですよね。それは僕のして僕の仕事としてはすごくやる意義があるんですよね、うん、その2つがあってね、だから新しい視点とやる意義見つけたもんですから、よしまた時間かかるかもしれないけどやろうっていうふうになりました。永明はね、あまりにも可愛すぎてね、話題になったんですよ。はい、で前作で、アッシュバドルってめちゃくちゃ可愛い子がいたでしょ。はい、重なるんですよね。永明、アッシュバドル負けてねえぜ、みたいな感じで、ね。で、妹がめっちゃ可愛いんですよね、稲ちゃんが。あ、稲ちゃん、プナムに負けてねえぜ、みたいな感じで。初めて僕は、だからあの時のイメージがあったから、この二人を主人公にしようかなと思ったぐらいでね。はい、この子たちを中心にしようかなと。中心にしようかなと思ったぐらいでね。もちろんそうはならないんですけども、うん、でこの映画ってのは群像劇で、うん、最初はこう永明が出てきて永明中心に動いてるから、あれこの子が主人公かなと思うじゃないですか、うん、で僕の映画の特徴なんですけど、どんどん変わっていくんですよ。であのあんな事故があったんで、うん、イグナシウスとね、うん、あのデモかなっていうのを思うじゃないですか、うんうん、ところが最後にはまたフレドスが現れて、うん、でそんな変わっていくの、これ群像劇なんですよ、うん、で僕の場合はやっぱ群像劇にどうしてもなっていくんですけども、うん、そんな中でそれぞれの役割ってのがありましてね、うん、永明は最初の頃は癒しの存在なんですよ、うん、だからやっぱりクジラを取るとかね漁をする厳しい世界の中で永明ってくると違う音楽が流れてきます、うん、花音の音楽が流れてきてみんなこうちょっと救われてちょっとこうオアシスのようにね映画の厳しい映画の中でこうそういうふうに安らぐんですけども、最初はそういう使い方をしてた。でも編集を進めていくうちにね、いやこれじゃない、もっといい使い方あるぞって気がついて、それがその最後にイグナシウスが話をしている時に永明出てくるんですね。でこの村のクジラ漁ってどんどん変わっていってる、で携帯電話も入ってきて、わざと入れ込みで撮ってますけども、うん、あのそういう変わっていく中でですね、イグナシウスはそれに抵抗している、うん、
伝統を守ろうとしている、たまりのアイデンティティを守ろうとしている。そこで永明があの船の上に立ってね、クジラ人になるんだってこう石をこう秘めてね、こう立ってる姿、大きく立ってる姿と重ねると、永明が未来の象徴に見えてくるわけですね。たまりの未来を背負っている永明っていうのがこう象徴として現れたときに、なぜ最初から永明が出てきたかという意味がバーンとつながるわけですよ。編集がバーンと決まって、で最後ラストシーンになっていくわけなんですけどね、コンピューターゲームもないしさ、すごいねハイテクの遊び物遊ぶねおもちゃあるわけじゃないんだけど、自然の中で本当に楽しそうに遊んでるんですよね、森持って飛び込んだりとかね、魚釣いたりとか魚釣りやったり、木のあの僕一滴で持ってきてサーフィンやったりとかね、すんごい楽しそう、毎日が夏休みですよ、民間学校じゃないけどね、あんな感じでね毎日そうなの、なんで楽しいんだそうなんだ、日本の子供たち連れてきたいなって思うぐらいでね、で親も結構危ない波が来てるのに全然平気なんですよね、あれね、だからね、僕は知らなかったんですけども、木の上に登るじゃないですか、でヤシの花弁に筒を刺しておくと朝になるとヤシ酒みたいなのができてるわけだ、でそれがまだねその新鮮なうちはカルピスみたいな感じで、炭酸のカルピス、カルピスソーダでちょっとほのかにねあのアルコールがあるんですよ、ノンアルコールじゃないんですか、ないんです、アルコールです、で飲むとね酔っ払ってるんです、なんだすごい弱いんだけど、ね、5% もないんじゃないかな、でも腹に溜まるんですよ、腹がパンパンに膨れて気持ち悪くなるんだけどでも日曜日とかね安息日なんですよ、カルソリックだからね、みんな浜で酒飲むんですよ、ヤシ酒を毎日飲みして、そうすると海の向こうにクジラが見えたりする、でもみんなクジラ取りたいでしょ、安息日ですよ、隣に取りに行かないのに、信仰心が強いからね、だから焼け酒にするんですもう全然違います、僕この映画っていうのはもちろんそのストーリーは大事なんだけども、このクジラ漁の現場を感じてほしいんですよね、で音響にものすごく凝りました、映像もすごく凝ったんで、これをねあの大画面で大音響で見てほしい、感じてほしいですよ、でこの映画いろんな理屈はあるんですけども、終わった後にね体の中にこう潮騒がねなってるような、そんな風にねなってほしいですね、あの僕は現地に行って三崎の浜も突端にこう住んでたんですけども、まあ沖に出てる時はね漁取材出てる時はずっと波を感じてるじゃないですか、で帰ってきても半分にいるからずっと波の音がしてるわけです、窓なんかないですから、窓ガラスがないからね、風もバンバン入ってくるし波の音もずっとしてるんで、一日中ね、そうするとね1ヶ月滞在すると1ヶ月中ずっと波の音ですよ、体の中も波の音がしてくる、そしたらね、なんかしばらく日本に帰って揺れてますからね、体がね、それは波をもう全身でね海を感じてるわけですよ、そんな体験に近いものをこの映画を通して感じてくれたらいいなと思ってますね。最初僕はねこれ音楽なしにしようと思ってます。波の音だけで十分じゃないかって。波の音がこう大きくなったり小さくなったりするじゃないですか。あれだけでなんかドラマが作れるんじゃないか、盛り上げられるんじゃないかと思ってました。だから音響もなんかあの日本アカデミー賞取った人もね夢だったのでとかいろいろ工夫したんですけども、結果的にねあの音楽入れたんですけども音は音ですごく生きてくれて、はい、お金かかりましたけどね。なんかいろんなことを感じられる映画にしたかったですよね。ナレーションが入ってやっぱりちょっと距離ができちゃったりとかするし、だからいかにその距離を縮めるか大事なことなんですか。それは前の時もそうだったけども、すごく身近に感じて、しかもそのドキュメンタリーってどっかで客観視するとかあるんですか。これは主観的な映画ですから、ね、主観的なドキュメンタリーで自分がその船に乗って一緒に乗って生きているような感じになるでしょう。なんかこう。いろんなドラマが起こるんだけども、ドラマを遠くから見てるんじゃなくて、その中に入って体験してるような感じにね、作りたかった。まあ、言うは安く作るのは難しいんですけどね、やっぱり相当密着しなきゃいけないんで、まあ、その辺はね、僕は長くこの人たちと付き合ってるから、できたと思いますね。あの船に乗ってると、ボン、こげとか言ってうるさいんですよ。こげとか言って、船遅いみたいな。こう、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 こう
そのぐらいみんなこうハイになってたから、はい、あまり早すぎて、うん、これ早回して見て嫌だなと思ったんです。山田洋次監督が応援サポーターの前作に引き続いてなってこととかすごい聞きたかったです。もうね、山田監督との縁はいろいろありましてね、はい、この映画も作った時最初に見せたのが山田監督でね、あ、そう言葉いただいてで、DVD 送ったんですけども、もうすぐ上がってきて興奮した感じに、シカゴとか、何すかと、すごいよっつって、ね、あ、ボンさんって言うんですか、ボンさん、あ、この映画すごい、すごい面白くて嬉しかったですよね。この映画はですね、オンラインで見ちゃダメです。絶対に映画館で見てください。このクジラの巨大さと海の大きさとこの格闘のね迫力っていうのを、大音響大スクリーンで感じてほしい。本当にね、みんな言うんですけども、この映画を IMAX で見たいとかね、 4DX っていうんですか、あれで見たいって言うんですけども、そのぐらいね、VFX とは全然違うリアルな操作をね体感できる映画です。で、お話したこといっぱいあるんですけど、まずその劇場で見てくださいと僕は言いたいですね。